こんにちは。今日はね、わざわざ隣の県香川県からねこのマシン持ってね、来ていただきました。本当にありがとうございます。お邪魔します。よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。どうですかこれ。もうね、昨年岐阜の方がトレーラー持ってきていただいて度肝抜かれたんですけど、もう違う意味のね今日はね、おっちゃんねブキューンってねもうやられちゃいました。それでね、今日の動画はこのね、トラック、このカスタムしたトラックをね、取材させていただきたいと思います。ラジコンに興味のない方も最後までお付き合いください。では、よろしく、はい、お願いします。よろしくお願いします。これね、無理ってね今から見せていただきます。それでこちらの中に心臓部が入ってるんですよね。そうです。ちょっと見せていただいてよろしいですか、はい。すごいですよこちら。すごい。もうこれはちょっとラジコン屋さんに聞かなわからんね。またねおっちゃんね今日も失礼なこと言ってます。すいません。それで、ね、これ全部自作でこの中も延長されてるんですよね。そうです。それで、はい、ここらはもうホームセンターの材料を使って。そうです。自作でアルミの板から、アルミの板から作られてるんですよね。そうです。この筋を掘って筋を掘って、はい、こういうところに削って。はあ、すごいでしょこれね。一種のね、本当ね、私のやりたいね、いい意味の変態です。また失礼なこと言っちゃいました。すごいね。それでこれ、私驚いたんですけど、これ開くんですよね、これ。ああ、この煽り開きます。これ。ほんで煽り開いて、この中の見えない部分、ここまでこれ旋盤をわざわざ買って、はい、旋盤で加工して、自分で全部自作されたっていう、これ。めちゃくちゃすごいないですか。これとね、私ちょっとびっくりしたんがね、バッテリーがね、なんとマキタです。マキタすごい。ほらもうここ、あ、これマキタのバッテリー。これ結局、はい、この台も全て自作ですよね。もうここはもう 100% 自作ですよね。自作です。で基板は基本はタミヤさんの。そうですね、 MFC が基本で、ただこれでは電気が足らないんで、電気が足らないんで、はい、こんないっぱい電気つけれるんで、はい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 、なんでここにこっちの基板は全部作ってるんです。え、基板から作ってるんですか。そう、これは作りました。やっぱ変態です。じゃあほな、私が LED 増設するときぜひお願いいたします。すごいね。これがまあ一応心臓部で、はい、中でもうね、私いろいろ知りたいんですけどね、ここまで来たらね、何を聞いていいかが分かりません。分かりません。そんな感じで次ね、外観の方を見せていただきたいと思います。それでね、次はね、ちょっとこれ閉めていきます、はい、大丈夫です。そしたらこの LED なんですけど、はい、これって中にないっていうことは、この LED 用の隙間を開けられてる。開けて作ってます。めっちゃすごいでしょ。だからただ単にこの上に貼り付いたんでなしに、面合わせてその隙間を作って、それで加工してると、はい、そうです。LED 埋め込んでます。めっちゃすごいよね。それでね、私ねちょっと気になったんですけど、中になんかグラマラスな人が乗ってるんですよ。これはさ、動画見てる方に、お前はセクハラじゃって言われるかもしれないんですけど、なんか藤子ちゃん乗ってますね。藤子ちゃんです。藤子ちゃん乗ってますね。それでね、後ろにこうシャンデリアがついてるんですよ。これ、ね、なかなかね、光の反射でね、上手に撮れないかもわからないんですけどね、藤子ちゃんがねシャンデリアの前でいるんですよ。めっちゃいいです。それで
ついにね、もう話飛んで飛んでなんですけど、この外見なんですけど、これはもともとはこういうないですよね。ないです。もともとはタミヤさんのスカニア、タミヤさんのスカニアがこれになっちゃった。なっちゃったんです。はあ。これボディは今何に何なんですか。これは日野さんのプロフィア、日野さんのプロフィアに、スワップしたっていう。だからベースはスカニア。で今日野さんになってると。それでここらのこのバンパーとかこれは。バンパーはアクリルで自作で。でアクリルって作れるんやね。これこんだけ LED 埋め込んでこれ自作するから、もうこれ作るも大変ですけど、配線からこう設計図が頭の中に入ってなかったらできないですよね。いや、もう作りながらなんで中がぐちゃぐちゃなんですか。最初からしてたらここ設計図があればね、もうちょっと綺麗に収まるんですけど、やりながらこれをやりたいってカスタムをしていったっていう、結果こうなりました。ここらも自作なんですか。そうです。それホームセンターでステンレスの棒を売ってますので、ホームセンターのステンレスの棒、これで横のあのサイドガードとか全部作られたよ。そうです。これはね、もういろんなね、方と交流させていただいて、ラジコン見せていただいてるんですけどね、とりあえずビビりました。まあこんな感じなんでね、とりあえずね、皆さん走りの方ご覧ください。はい、今日一日、ありがとうございました。もう本当にね、もういきなりから今日は大人の香川の方でね、道着も抜かれて心臓ブシューンってこうなんか打ち抜かれたような気分で、はい、これはすごいですね。もう何がすごいってね、まあラジコン屋やっててこういうの作りたいって言ってもね、実際ねこういうパーツって販売がないんがほとんどなんですよ。それで自分で1から1000番まで買われたんですよね。そうです。買っていく。で 3D プリンターまで、 3D CAD、 あ、 3D CAD、 CAD って使った時あるんですか。 3D はこのために勉強しました。やっぱり変態です。これね、お茶初めて会った方にね、また超失礼なこと言ってます。すんません本当に。もうね、今日はね、いい意味のね、すんごいね、いいものを見せていただきました。やっぱりね、車ってもう私ずっと車庫団人生で来てたんですけど、やっぱりトラックありトレーラーあり軽トラありって、やっぱりねそれぞれね深掘りしていったら本当すごいですよね。それで、まあ、実車ではなかなかできないことができるっていうのがまたラジコンのこれいいところですよね、はい、もう本当にね
今日はありがとうございます。ありがとうございます。楽しませていただきました。いやもう本当にありがとうございます。ほんでまたね、朝も遊びに来てくれるそうだ。てなわけでね、今日のおっちゃんの動画はお隣の県香川からね、マシンを持ってきていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。また皆さん、これ見てね、ご自慢のねマシンとかねありましたらね、ぜひ持ってきてください。それでね、これまた台数がね県外の方とかこう集まれるようだったら、皆さん連絡して、寄っていただいて、また楽しいイベントもできるかなと。今年はね、そんな感じで皆さんね、オファーも待ってます。皆さんね、県外の方交流できたらめっちゃ、はい、おっちゃん嬉しいんで、ぜひ、はい、その時はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日の動画、おっちゃんの車は何もなかったんですけど、もしよかったらグッドボタンお願いします。それとまたチャンネル登録していただいてね、皆さんの自慢のマシン持ってきていただいたらめちゃくちゃ嬉しいです。というわけで今日は動画ありがとうございました。ありがとうございました。では皆さん、良い一日をお過ごしください。さようなら。いつもの決まりのおーっす。